こんにちは。この動画では TCP モデルを説明したいと思います。OZ モデルを勉強したい人もこの動画を見ればいいと思います。そんなに変わりはないから。さて、スタートネットワーク通信を考えましょう。そのためにまず Firefox みたいなブラウザが必要だよね。で、一番最後に媒体が必要。つまり、例えば光回線とか Wi-Fi とかテレビ配線。いろいろ 媒体がありますよ、ね、で、Firefox で Google.com を入れたら、何かが起こって、Google.com って文字やね。でも、ここは文字がないんだよね。ここ光があるとか Wi-Fi 電波こ、こんな感じだよ。Google.G、そもそも G がないんだよ。ここに。だから途中でいろいろが起こらないといけないんだよねこの Google.com をこうボーンって変更するためにいろいろが起こらないといけない。で、それを今から説明します。 普通はサイトを開くような例で説明するんですけど、それはちょっと不便があるから、何かを例えば動画をアップロードしたいっていう例でいきましょうか。動画は結構でかいものだから、ここ動画、Firefox で YouTube 開いて、そこでえっと動画プラスシンボルを押して、動画を選んでもうアップロードします。動画は結構でかいものだから、33MB の動画だとしましょう。結構大きい。 ここはあなたのパソコンで、ここはあなたのパソコンから出る線としましょう。で、ここはインターネット。で、この33メガバイトを、うん、ここも、<laughs> 33メガバイトを一発で、そのもう、もう一つのものとして送れば、その送る間に他の人は何もできない。つまり、あなたは他の LINE のメッセージとか、E メールとか、何も受信することができない。 他の例を言うと、昔電話がありましたよね。で、友達に電話して,している間に、別の友達は w わっさ、電話しようと思ったらできなかったんだよね。なんかプー,プープープーってなりました。要は、あなたは配線を使っている間に、他の人はその配線使えない。ところが、その友達はこっちの友達に電話しようと思ったら、それもできない。でも、それはメールとか LINE とかいろいろずっとなんか、 受信したいものがあるんだよね。だから、そういう風でやることができない。要は、この 33MB を一発で送ることは良くないんです。そのために、その 33MB を小さい荷物に変え,変える。小さい荷物にしよう。はい。で、それぞれまあちょっと 1MB にしよう。1M と書こう。 本当は1メガバイトもでかすぎるけど、それ、例としてしましょう。そしたらもう1つ送って、まあ、他の人、他のアプリもいろいろ送って、で、また空いてたらもう1つ送る。また空いてたらもう1つ送る。少しずつこれ送る。はい。こういうものを実は商品として考えられる。あなたは Amazon で働いてる人だとしましょう。で、誰かがテレビベアを注文した。 めちゃめちゃでかいテレビア。あ,あ、ちょっと作ったね。と、他に Wi-Fi r o ターを注文した。で、ちなみにこのテレビアは10メートルの高さと20メートルの横があって、めちゃくちゃでかいやつ。で、それを一つの Amazon とか、まあ、えっ、ー、と、わかんない。宅急便の車に乗せるわけない。なんかもう,こここうなかる、こうなるんだよね。実は Wi-Fi r o ターいらない。これはダメやね。 要は、このテリベアを配送するために、まず分割しないといけない。それぞれのパーツに、頭、耳、耳、えーと、お腹、足、足、分割して、一つはこのトラックに乗せる。一つはこのトラックに乗せる。それぞれのトラックに乗せる。そういう風でしないと送れない。で、実際に同じことがここで起こった。この 33MB はでかすぎる。だから小さなものに分割して送る。 でも、ちょっと一つの別の例にします。あの USB メモリーがあるとする。USB メモリーを Amazon で注文するときにさ、Amazon の人は、はい、郵便、どうぞこの USB をあっちに送ってくださいって言わないよね。何をするかというと、まず段ボールに入れて、あいちゃで、段ボールを郵便屋さんに渡す。こんな感じかな。 その商品自体を送るわけないじゃん。壊れるかもしれないし、あのその宛先の、ここになんか宛先の、あれ貼るんじゃん。それをメ USB メモリーにも貼れないじゃん。だから、まず、こいつらをそれぞれの段ボールに入れないといけない。こいつはこっち、こいつはこっち、こいつはこっち。で、まあ、続きね。このテリベアみたいな感じ。少しずつ入れる。 で、さっきも言ったんだけど、一応段ボールに入れた後、何が必要かというと、どこに送りたいっていう知らせが必要。その宛先と、ちなみに送った人の住所も、あなたは Amazon だったら、Amazon から来たよって書かないといけない。で、どこに行くえっ、ー、と、わかんない。この人に行く。住所が書いてある。それ普通に書くよね。で、ちなみにこの住所、Amazon の住所も書いてあって、この人の住所も書いてあるんだけど、その住所を IP アドレスという。 これ聞いたことない人。IP アドレスってなんだろうあ一つの例を言うと、こんな形で見たことある人がいるかもしれない。まあ、数字はどうでもいい。とにかく、ここに0から255まで。0から255まで。0から255まで。255まで。そういう数字だ。それはただの数字。それに過ぎない。で、その数字は、住所を意味する。 本物の世界、本当の世界で例えると、郵便番号と考えればいい。ただ、この郵便番号はもう建物を意味する。その区域じゃなくて、もう建物自体を意味する。そういう感じと考えればいい。で、まあ、直訳。まず直訳しましょう。アドレスは住所って意味だよね。で、なぜ IP の住所かというと、このプロトコルが使われてるから。 プロトコルって何でしょうプロトコルは、うー、ん、言語と考えればいい。言語。言語によって重症の伝え方が違う。例えば、日本語だったら、わかんない。えっ、ー、と、京都、県、と？わかんない。県じゃないでしょ京都、東だった気がする。まあ、そんな感じ。でも、アメリカだったら、例えば、ニューヨーク。明らかにこの文字とこの文字は違うんだよね。 で、欧米人はこれを読めるわけないじゃん。で、日本人はまあこれおそらく読めるけど、まあそれにも限ってない。だからこの住所を読める人を読めない人がいる。で、みんなが住所を読めるために標準語を作る,作るみたいな感じとして考えればいい。で、その標準語はこの IP プロトコル。実は違うけど、I はインターネットを意味して、 で、P はプロトコルを意味する。だから、IP プロトコルって言えば、インターネットプロトコルプロトコルになるから、ちょっとおかしい。でも、それち、ちょっと、それ、置いといておこう。要は、大事なのは、この IP アドレスは住所。宛先と送った人の住所です。それがないと、どこに送ればいいかとか、問題があれば、どこに文句言えばいいか分かんないんだよね。では、続き。はい。荷物を包んで、次に何をする次にトラックに乗せる。 よっしゃ。で、このトラックは走る。で、ここちょっと地図、地図を考えよう。ここは Amazon の本店。ここはあなたの家。とか、あなたは Amazon だったらその他の人の家。トラックはさ、ここで行けるよねこ。こういうルートもある。こういう道でも行ける。こうも行ける。いろんなルートがある。それを決めないといけないんだよね。誰かが。 大体、ユーミンだったらこのドライバーが決めるんだよね。そういう問題は実の世界にもあって、インターネットの世界にもある。でも、ルートを決めるのは、一応それ言っただけ、ルートを決めるのはちょっと後で考えましょう。まず、ケイトラに乗せないといけない。で、ケイトラは行かないといけない。で、その部分はここで送られ起こる。トラックは、ここの、うわ、ちょっとだんだん悪くなるけど、Wi-Fi とか光とかテレビを意味する。で、 ここの他の大事なポイントは、このパケット、この荷物、箱、ところがちょっと専門語を入れましょう。これをパケットっていう。パケット。で、ちなみにちょっと言っとこう。これをセグメントっていう。で、一番上にデータがある。人間が読めるデータはちょこちょこ切られて、セグメントになる。セグメントはそれぞれのパケットに入って、今から配送する。 で、宅急便のドライバーにここの内容について聞いたことがありますかなここに何が入ってますかとか、トラックドライバーってわからないんだよね。しかもそれ大事、知った方がいいかな。実際に知らなくてもいいよね。要は、このトラックはまずこっちの家に行って、次にそっちの家、次のそっちに配送してさえすれば、 全然問題な,い,何も知らなくてい,い。何も知らなくてもいい。何が送られるってどうでもいいんだよ。で、ここも一緒。この,この媒体のところ、ここで考えるときに、例えばどういうふうにあのデータは聞いたことあると思うけど、データは最終的にただ二進数、二進法のものです。つまり1と0の並び。でも1と0をこの G と同じように 光として送れない。1、1、1は光でどういう風に見えるのかなっていう問題が起こる。だから、ここのところでは、この位置をどうやって光に変換するとか、どうやって位置を Wi-Fi 電波に変換するとか、どうやって、オッケー、テレビ性のちょっとわかんないけど、こうになるかなそれをどうやって信号に変換するそういう問題をここら辺で。 考える。内容はどうでもいい。このトラックドライバーみたいに。何を送ってるかってどうでもいい。では、ほとんど終わりました。あと一つの大事なポイントが欠けてる。今作った例は、使った例は、Firefox でアップロードしたいっていう例だった。ちょっとデータここに書こう。でも、Firefox でデータを送信、その YouTube 動画をアップする間にもしかして別のタブで Firefox で、google.com を開く。で、一つ分かってほしいことは、Google.com のウェブサイトをダウンロードしないといけないよね。でもその前にまずもちろんリクエストを送らないといけない。Google.com っていうところに、はい、そのウェブサイト欲しいっていう、まあ、問い合わせを送らないといけないよね。つまりまず送らないといけない。それは大事。で、今これを送ってるよね。で、ちょっとごめん、スペースがいる。で、ここで、この この問い合わせをするときにも同じことが起こるよね。このちょっと小さなセグメントになって、それはパケット化されて送られる。さて問題は、送って Google から返事が来て、ここ Google の返事だとする。小さなセグメント。Google からもなんかパケットにされて、パケットがここまで来て、パケットに入っているものを取り出して、セグメントが残るよね。セグメントここもちょっと。 さて、このセグメントは、この Firefox のタブに行くか、この Firefox のタブに行くか、どうやってわかるその識別するための何かが必要やねで。それを聞いたことあると思うんだけど、それはポート番号っていうんだ。ところが、スイッチングハブとかにもあのその、ネットワーク配線のやつ、これもポートっていうんだけど、それは全然違うものだよね。 これはなんかポート、なんかルーターのポートとか、スイッチングハブのポートとか、それは違うもの。同じ名前だけど違うもの。ここのポートは、これを識別するためにある。で、実際に、このセグメント化するときに、セグメント化されたときに、例えば、ポート500、5000、5000にしよう。こいつも5000。すべての小さなセグメントに書かないといけない。なぜかというと、別、バラバラに 届いてくるから、それぞれに書かないと、どこに行くかって分かんなくなる。5000とどこにも書いて、で、この Firefox のタブは 5,、5000、5000、5000円、言いがちだ。5000っていうポート番号を、なんていう ?U する。で、こいつは、5000、分かった、5万1。5万1というポート番号を U する。だから、だからじゃないんだね。で、 Google か, Google から送るときに、ポート番号5000に送ってください。ここに届いて、あ、5000ってこのタブだった。あ、じゃあ、ここ絶対違う。ってよく、すぐわかる。でも、これちょっとまた消そう。そういうふうにポート番号が使われてる。10はい。それで一応、Firefox のデータは、どうやってここに行くかって、それからここからどうやってまた戻るか、大体わかったと期待してます。 もう1回繰り返し言ってますここにデータがある。一番上にデータがあるあ。人間に意味のあるデータ。HTTP データとか、HTML データとか、そういう人間が見て分かるようなものがある。で、そのものは、ここまだあるんだけど、分割される。ちなみに分割されるときにも、そのどうやってまたつければいいなんかちょっとここに粘着剤みたいなもの、そういうものを設置しないといけない。要は うん、専門語で話すと、ここに例えば1つけて、ここ2つけて、ここ3つけて、ここ4つけて。で、こうすると、あな、なるほど、2が1の後に来るから、じゃこの、これらをまたつければいい。そういう番号が必要。はい、もう一回。ここに人間が分かるデータがある。それは分割されて、それはパケット、段ボールに置いて、入れて、段ボールに入れて、このやつは貼って、 ごめん、そのやつは貼られて、そこに住所が書いてあって、でそれでそれをトラックに乗せてもう送る。そういう感じだよね。で、それぞれの,それぞれの役割、負担、役割をちょっと、なんていうちょっとバラバラにできる。ここに線を引きましょう。ここにも線、ここにも線。それぞれの、まあ、役割、それぞれの,のやることを ちょっと像、まあ、構造、改造、改造構造に分割する。分割する分ける。それは TCP モデルです。ここは TCP モデルが書いてありますで。それぞれのところに大事な専門語がある。ここに大事な専門語はポートです。ここの大事な専門語は IP アドレス。ちなみにここ、セグメントも大事です。ここは、ちょっとここに書こう。パケットです。これ消そう じゃあで、ちょっとここ考えましょう。ん、ちょっとよく分かんないけど、本当の世界のこと。よく分かんないけど、いろんな郵便会社があるよね。これは、ちょっと宅急便のケイトラとしよう。これは、あ、ちょっとこれ,これ A の会社、これ B の会社。で、いろんな会社はいろんなやり方をするんだよね。例えば仮に A の会社は郵便番号を使う。 それちょ違うね。やりすぎた。で、B の会社は実は郵便番号じゃなくて別のものを使う。なんか、四角と三角で、四角形と三角形でなんか、住所を意味する。ちなみに、ここにタイヤがなかったね。だから、使ってる会社によって、その、まあ、指定しないといけないことが異なる。でも、その間に、ここに、 標準語を設定すれば誰でもわかる A 会社も B 会社もわかるようなインターフェース要はまあ言語と考えようその言語を作れば A 会社の代わりに B 会社使っても全然問題ないつまりここを簡単に入れ替えてもいいちなみにここも入れ替えても問題ないここにもまあ会社があるとしたらそのわかんないテリベアをテリベアを分割する会社 おかしい会社やね。それを、そういう仕事をする会社がいろいろあるんだけど、その会社も入れ替えても問題ないはずやね。もしここで、ここに標準語があるとしたらね。で、ここも一緒。そこは大事なポイントをくっつけそう。そこでこのモデル、この TCP モデルが大事になる。ここいろんな層があるんだけど、もし一つの層のものを変えたら、ここの間の ものに標準があれば全然問題ないで、ここの多分ここは一番簡単な例だけど光回線があるとするでこれから光回線じゃなくてテレビに変換したい家でなんかもう光は高すぎるとかだからそしたらその光回線の機械があってそれをテレビの回線のための機械に変えたら問題ない全然パソコン変える必要もないし別のブラウザをインストールする必要もないしもう 正常に動く。だからこの構造モデルは大事。ここの下のものはこういう役割だけする。この機械はテレビあの1と0、この1と0をテレビのテレビ線が分かるような信号に変換するだけの役割をしてる。とか、こいつは光に変換するだけの役割をする。ブラウザーはどういうものか、こっちにはどうでもいい。 ここはただ1と0が来て、じゃあ1と0はこっちとこっちになる。それだけを考える。で、この層も一緒。何が上から来るってどうでもいいんだよ。これは AB 動画とか勉強動画とか Wikipedia のサイトってここでどうでもいい。とにかく入れたものを届かせようみたいな感じ。最終的にここも一緒。もうここにもデータ、その何が送ら,れ送られてるかってどうでもいいんですよ。大事なのはとにかくでっかいデータを。 カットしましょう。で、カットされたものを後でどのターブに行くか、どのアプリケーションに行くかって、ちゃんとそれを分けれるように番号をつけましょう。そのためにポート番号がある。かつ、分解されたものに、分解されたものを後でまたくっつけるように番号をつけましょう。この番号とこのポート番号は違うんだよね。そういうものだけを考える。で、ここにプロトコルとかせ、うん、その言語、前ここ、ここでもプロトコルを説明したんだけど、言語と考えよう、考えようここをここ こういう役割をするソフト、多分ソフトが一番分かりやすいものは TCP という他には UDP があるそれは一番よく使われているものよく使われているからって言ってこれだけが使われているわけでもないあなたも新しいこの役割をするプロトコルソフトを作ってもいいんだよただこれはもうほとんどどこでも使われている ここも一緒。IP もあって、ここにも他の例を言うと、トークンリング、たまに出てくる。がある。でも、それも結構珍しいから、消そう、また。大事なのは、いろいろがある。で、その中に、IP が使われてる。インターネットプロトコルが使われてる。で、ここに TCP、Transmission Control Protocol かなよくわかんないです。すいません。が使われてる。あそして、念のために書きましょう。ここにポート番号があって、 で、ポート番号は、なんか、もっとスペースがいる。ポート番号は何のためにあるかというと、はい、この、このセグメント、Firefox。これは Chrome。これは LINE。これは Email。また Firefox。また Firefox。また Chrome。また Firefox。また LINE。また Firefox。あ、Chrome、ごめん。また Firefox。そういうことをするものだよね。ここの、ここの層は、そういうことをする。そのためにポートがある。ポートは、いわゆるアプリケーションの住所と考えてもいいやね。 ここは IP アドレスがある。ここの層の住所と考えればいい。で、ここの層の住所もあるんだけど、それは MAC アドレスという。日本語の Windows パソコンで探すと、物理アドレスって書いてあります。はい。それで大体終わりました。これは大事。これを考えないといけない。で、それそれ、そこ、ここから TCP モデルが本当に始まる。一応こういういろんな層があって、で、 それぞれの層に名前があるんだけど、ここに書きましょう。めちゃめちゃ明るい色で。ここはデータリンクレイヤー。データリンク、データリンク層とか物理層。なんで物理かっていうと、この光回線とか、こういう本当に触れるものとか、本当の世界にあるものを扱うから。で、なぜデータリンクかというと、ここまで、ここまでは、 存在しないものばかりの話してる。例えば Google.com この G の味とか肌触りとか言えますか ?Firefox の肌触り分かりますか匂い分かりますか分かんないよね。本当の世界に存在しないから。ここはなんかバーチャルなものだ。何も触れないソフトなもの。で、ここからハードなものになる。物理なものになる。本当に光見える。で、それをリンクする。それをつなげる。 ようなレイヤーだからデータリンクとか物理レイヤーというんだ。このレイヤーはちょいろんな名前があるんだよね。TCP のモデルで。これでスタートしよう。インターネット層とかインターネットワーク層っていう名前もあって、ネットワーク層だけっていう名前もある。もともと OZ モデルでネットワーク層っていう名前が付いてた。 だけど TCP モデルは、まあ、ネットワークどうでもいい俺たちはインターネットを気にするからインターネットそうにしようでなんかネットで探したらもういろんな本当にいろんな名前が出る大事なのはでもそれを強調強調したいんです大事なのはこの名前じゃないこの名前どうでもいいこの名前どうでもいい今からそのここも言うんだけどどうでもいいんですよ大事なのはこの名前の背景に何がある ここにセグメントがある、ここにパケットがある、ここに信号がある。それを考えないといけない。それはめちゃめちゃ大事。名前は何で大事かというと、話すときに、他の人に何かをあ、ちなみに私はインターネット像で開発してますとか、私は、わかんない、ここのトランスポート像に取り組んでるとか、話すときにとか、どっかの資料を読むときに、そのときに大事。 でも実際には、例えばソフトウェアプログラマーになったら普通のわかんないサービスを作るならば、あまり私使ったことないんですよ、この,この名前。まあ、聞いて、ああまあまあ大体こういうもの、大事なのはこれを分かることだ。UDP って何 ?TCP って何セグメントって何何で IPR ですから ?Port 番は何を意味するそれは大事。インターネットワークソーっていう名前分かったとしても、その背景に何があるか分からなければ意味ないんだよね。とにかく話を もうちょっと話がくどくなったから次に行きましょう。ここはアプリケーションゾーン。多分一番わかりやすいもの。Firefox はおそらくアプリだよね。だからアプリケーションゾーンに入ってる。アプリケーションゾーンはデータをトランスポートゾーンに送る渡す、渡す。で、トランスポートゾーンはネットワーク、インターネットワークとかインターネットゾーンに渡す。でそ、そいつはデータリンクゾーン、物理ゾーンにデータを渡す。 それは TC TCP モデルの違う、これは TCP モデルそのものです。で、OZ モデルは、要はほとんど同じものをやってる。OZ モデルではデータリンク層と物理層は2つに分けられてる。だからここに1つじゃなくて2つがあるようにされてる。かつ、アプリケーション層はまた3つに分けられてる。アプリケーション層とプレゼンテーション層とセッション層。 その説明ちょっと省略しますけどただなんで TCP はそれをその3つを省略するかっていうとそれちょっと説明しよう TCP は TCP モデルを作った人はとにかくネットワークを重心にして考えましょうって思っただからここの上あのそのプレゼンテーション層とかセッション層で起こってることはどうでもいいあれはもう全部ソフトだからめ全然ネットワークに 全然じゃないけど、あんまりネットワークに関係ない。だから全部をちょっとアプリケーションをつけて置いとこう。大事なのはここ、大事なのはここ、大事なのはここ。だからこういう風になった。さて、実際の世界でどうやってこれが関係あるどの風にこれが、い,いつこれが現れると考えよう。ん携帯に、ちょっとこれ消そう。スペースがいる。 だんだん色なくなる。携帯に Wi-Fi があるんだよね。かつ LTE とかがある。で、Wi-Fi がなければ、まだ電話できるし、まだ Facebook とか、いろいろウェブサイトも訪問できるし、LINE も使えるし。で、それなぜかっていうと、この LTE とか、あ、ちなみにごめんごめん。まだ使える。ブラウザ変えなくても使える。それは大事。で、それなぜできるかっていうと、 この LTE とか Wi-Fi はこの層にある。で、ここの層の何かを入れ替えても、この間の前話したこと、この間のものが変わらなければ、こ,これ標準語って考えればいい。この標準語があるから、ここ入れ替えても問題はない。だから、ここの Firefox とか Google、ごめん、Firefox とか Chrome を入れ替えなくても Chrome。入れ替えなくてもまたここ下使える。 これ Wi-Fi であろうか、LTE であろうか、ちょっとここにも LTE とか 3G とか 4G とかいろんな媒体、媒体と考えよう。いろんな技術がここにある。で、これを入れ替えても上が使える、ここも使える、ここも使える、ここも使える。だから携帯ではそういうことができる。もちろん LTE3G とか Wi-Fi 全部なくなったら、ここもう媒体全部なくなったら、 もちろん、もう上は使えない。なぜかというと、ここ標準語を分かったとしてもお、お、送ろうがなければ、送ろうがない <laughs>。はい。これで、分かったでしょうかね。これ分かるような説明。めちゃめちゃ、もうピエロ、ピエロサイトになりました。もし質問があれば、俺の日本語はおかしかったならば、明日のコメント欄で聞いてください。また、そのビデオの説明書、日本語バージョンの YouTube 使ってないから、この、 こここのやつこれを読んでください。もし何か間違いがあったならばここで訂正しますから。そして大事な情報があったらここに訂正します。YouTube ではもうアノテーション使えないから。ジャンプごめん。はい、ということで、ご清聴ありがとうございました。